信長さん、戦国時代って弱い武将が強い武将の配下になるときや同盟を結ぶときに裏切らない証拠として自分の家族を人質に出してたんですよね。であるな。徳川家康が子供の頃織田家や今川家で人質にされていたのは凛も知っておるであろう。そうですね。あと秀吉さんが家康さんと仲良くするために自分の妹や母親を人質として送ったのも有名です。うむ、裏切りや騙し討ちが多かった戦国時代だから自分の大切な家族を人質に出すくらいじゃないと仲良くしたい気持ちを信じてもらえなかったのだ。それで聞きたいことがあるんですけど、人質って小さい子供を送ることが多いじゃないですか。あまり聞かれたくないことを聞かれそうな予感がする。その子供を預けてきた武将が裏切らない限りは基本的にその子供を大事に育ててるわけですよね。であるな。自分に忠誠を尽くす配下の武将や同盟相手の子供であるから大切に育てしっかり教育も受けさせるぞ。人質を預かっている武将は自分がその子供の面倒を見て一緒に過ごすわけですから、当然その子供に対して情が湧きますよね。ああ、人質である子供は基本的には自分の子供のように大切に育てるからな。じゃあその子供の親が裏切った時にその子供を処刑するのって辛くないんですか？今日の凛は嫌なことを聞いてくるな。そりゃ子供の命なんて奪いたくないし、自分が大切に育てていた子供ならなおさらである。信長さんも処刑したくない子供を処刑することになったことはあったんですか？結論から言うとあったな。わしに人質として差し出され、わしの家臣の佐久間が面倒を見ていた子供がとても良い子でな。その子の親が裏切った時には泣く泣く処刑したこともある。やっぱり毎日一緒に過ごした人質って処刑する方も辛いですよね。そう、あれは松永久秀という者が裏切った時、松永からは12歳と13歳の孫を人質として預かっておったのだが、松永久秀といえば信長さんを裏切った武将として有名ですよね。孫を人質に出してたのに裏切ったんですか？松永の二人の孫があまりにも良い子だったものだから、その世話役をしていた佐久間守明や村井定勝は松永が裏切った時に何とかその子を助けようとしたな。佐久間様、算術の勉強ができました。おお、お前たちもうこんな難しい計算ができるようになったのか。本当に利口な子供たちだ。いえ、佐久間様がいつも分かりやすく教えてくださるからです。本当に感謝しております。利口な上に気立ても良い。なんと素晴らしい子供たちであろうか。お前たちのことはわしの実の子と同じように大切に思うておるぞ。ありがとうございます。私たちも佐久間様のことは実の父のように思うております。はっはっは。お前たちのような素晴らしい子供と出会えたことを、お前たちを人質に送ってきた松永久秀と久道に感謝せねばならんな。佐久間、佐久間はおるか？これは村井殿、どうされた？一大事じゃ。松永久秀と久道が信長様を裏切って信長様の敵と手を結び戦を仕掛けてきたぞ。何ですと？爺様と父上が。親方様のご命令で松永から出されている人質を処刑場に連行せよとのことだ。何だと？この二人は我が子も同然、処刑などさせぬぞ。わしもこの二人がいい子なのはよくわかっておる。しかし親方様のご命令であるぞ。何ということだ。よし、わしは親方様に二人の命を助けてくれるよう頼みに行く。佐久間、わしはこの二人を処刑場に連行せねばならん。親方様が除名を許してくださらなかった時のために逃がす手段を確保しておこう。宮中に二人の除名に協力してもらえるよう頼んでみる。頼んだぞ村井殿。佐久間様、二人とも安心せい。お前たちはわしの実の子も同然、命だけは必ず助けてやる。しかし裏切り者の人質を助けるようなことをすれば、佐久間様の織田家内での立場が危うくなります。それはそうだぞ佐久間、一歩間違えれば親方様の逆鱗に触れかねん。気をつけろ。我が佐久間家はあの柴田勝家ですら信長様をうつけと呼び、弟の信行様を織田家当主にしようとしていた頃から信長様に忠義を尽くしてきたのだ。このくらいの頼みはしても良いだろう。佐久間様、私たちのために佐久間様の立場が危うくなるようなことはおやめください。二人ともいざという時は逃げられるよう準備をしておけ。村井殿、わしは親方様のところへ行くが、もしもの時には二人が逃げられるよう頼んでも良いか。他ならぬ佐久間の頼みだ。承知した。佐久間守明、お前の言い分はよくわかった。わしとて子供の命は奪いたくない。ではだが、裏切った者が預けていた人質をわしが助けたとあれば、他の武将もわしのことを裏切っても大丈夫なのだと思い、次々と裏切り者が出るかもしれん。それはそうですが。だから松永久秀には今なら裏切りを許すから、思うところあれば何でも申してくれと使者を出した。本当に松永はなぜ裏切ったのか。松永への使者には望みがあれば何でも叶えてやるから、敵対行為をやめてわしのところへ来てくれと伝えるよう言ってある。望みを何でも叶えるですか。先ほども言ったが、わしとて子供の命は奪いたくない。だが松永にここまでしてそれでも敵対行為をやめなかった場合は容赦できんぞ。はは。ダメだ。お前たちの父と祖父は信長様の再三の説得にも応じず敵対行為を続けておるようだ。
これではいくら佐久間が頼んでも無理じゃな。お前たち、宮中に逃げ込み除名を頼むのだ。もうそれしかない。いえ、私たちが逃げれば佐久間様や村井様に迷惑がかかりましょう。しかしこのままではお前たち二人が処刑されてしまうぞ。父と祖父が信長様を裏切ったのですから仕方ありません。それに逃げたところで信長様の追手から逃げ切れるとは思えません。こんな幼い子供が覚悟を決めておるのか。では最後に家族に手紙を書いてはどうだ。いえ、私たち兄弟を見捨てて信長様を裏切った家族に今更伝えたいことなどありません。ただ佐久間様には今まで親切にしてくださったお礼の手紙を書かせてください。なんといい子たちなのだ。このような子を処刑せねばならんとは。では謀反人松永久秀の孫を処刑する。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。この時代は良い子ほど早死にする。本当に嫌な時代だ。このように人質が処刑されるときには世話をしていた者が何とか助けようとすることもあった。戦国時代とはいえ処刑する側の人間も辛かったんですね。そりゃ子供の命なんて奪いたくないに決まっておるからな。ですよね。一緒に生活して情が移った子供ならなおさらである。それでも裏切り者から預かっていた人質を許したとなれば、次々と裏切り者が出て大きな戦となり、もっと多くの命が失われることになるかもしれん。というか松永久秀の孫って現代だと小学生の年齢なのに、自分を助けようとする大人を止めて処刑されることを選ぶってすごい子供ですね。うむ、戦国時代には早死にするのは器量のいい子なんて言葉もあった。松永久秀といえば戦国の裏切り者として有名ですけど、その裏切りの陰にはこんな悲しいエピソードがあったんですね。である。戦国時代なんて命を奪い合う時代だからな。華々しい武将の活躍があるということは、その陰でたくさんの弱き犠牲者がいるということだ。いつの時代も弱い人が犠牲になるんですね。悲しい現実である。動画見てくれてありがとう。松永久秀が裏切った時に信長は、望みがあるなら叶えてやるから戻ってこいと説得していますが、松永はその説得を聞き入れませんでした。信長がそこまでして松永を説得したかったのは、人質の子供を助けたかったのかもしれません。